皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は日本語に合うように空所に単語を入れましょう、こういう問題です。1番、私たちの町は緑茶で有名です。私たちの町は緑茶で有名です。英文は Our city is famous で、空欄があって green tea で、ここに入る単語を考えてください。2番、私は蛇が怖いです。英文は I'm afraid 空欄があって snakes、 I'm afraid 空欄で snakes。 3番、私たちはその言語をいろいろな方法で学ぶことができます。英文は We can learn the language 空欄で different ways、 We can learn the language 空欄で different ways、 こうなっています。4番、将棋ってどのようなものですか。英文は What is 将棋で空欄ですね。さあ皆さん、一度ここで動画を止めて、この空欄に入る単語考えてみましょう。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して正解を確認してみてください。正解はこうなります。1番、私たちの町は緑茶で有名です。 Our city is famous for green tea。 Our city is famous for green tea。Famous for で、何々に有名という意味です。今、私は蛇が怖いです。I'm afraid of snakes. I'm afraid of snakes.、ね、Be afraid of で、何々が怖いという意味です。もう一つ、似たような怖いという表現、Be scared of というのもあるので、一緒に覚えておくといいです。3番、私たちはその言語をいろいろな方法で学ぶことができます。We can learn the language in different ways. We can learn the language in different ways. In different ways でいろいろな方法でという意味です。4番、将棋ってどのようなものですか。What is 将棋 like? What is 将棋 like? Like が入ります。What is 何々 like? これで何々ってどういうものですかという質問を作るので、覚えておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。